俺ちなみにやけど、一週間タイにおったけんめちゃくちゃ強くなっとうよ。ちなみに俺めちゃくちゃ強くなってますよ。はい。俺最後の配信でどこまで行っとうかわからんけど、スペシャルアリーナはもう2位まで殺せる。今ずーっとこいつと2位争いしとう。今ずーっとこいつと2位争い。マジで。こいつと、もうこいつ楽勝に勝てるっちゃん。でも、こいつも俺に楽勝で勝てるっちゃん。やけん、ずーっとこうなっとう。これを無限に繰り返しとう。いや、マジね、なんかタイでね、いろいろドラマがあったっちゃん。俺実はタイで一回ポンから逆襲食らって抜かされとうし、そう、一回実は、タイすごい熱かったちゃん、リケ。めちゃくちゃ熱かったのに、そっちゃん。タイで一回ポンから逆襲食らって、それを、しかももう一回ねじ伏せ通し、そう。いや、いろんなドラマがあったっちゃうけど。まあ、私知らないところでドラマつか、そう。でもやっぱドラマは突然生まれるからな。タイの方が、家による。てか、なんか建物の Wi-Fi によるわ。ちゃんとないわ。ほらね、ここに勝てるっちゃん。こいつに勝て、そう。で、あと俺多分ちょっと頑張ったら、1位にも若干届きそうな匂いはしたよ。俺諦めてないよ。1位マジで。なんかちょっと届きそうな、ちょっと見てん、一回殴ってみるけん、見とってん。ちょっとなんか届きそうな匂いするっちゃん、こいつ。で、なんかね、二戦目怪しくて、三戦目取れとおっちゃん。えけん、なんか、これなんかでもここでは負けといて、こうもう盤石の布陣が整ったら、1位、ボーン突然行ってやろうと思っと。なんかね、ここ頑張ったら勝てそうっちゃん。そう。ここ次第なの、マジで。えけん、なんかもうちょっと準備が整ったらね、倒していきたいね。待って、勝つかも。どうしよう。勝っちゃう。あ、どうしよう、これ勝っちゃう。あ、勝っちゃう、俺。ちょっと待って、勝っちゃった。え、勝っちゃった、どうしよう。勝っちゃった。うわ、いや、うわ、おらんくなった。ここがおらんくなった。おらんくなった。いやでも、俺がこのタイミングで1位になってしまうと、この後のこと考えたじゃん。まずこいつが俺を叩いて、一回1位になるやん。で、それ用に気づいた朝ウサギブチ切れて1位取り返すやん。やけん多分元に戻るっちゃん。やけん俺圧倒的に抜きんぐなるぐらいまで、ちょっと様子見ながら、あれしようと思ったっていう。勝っちゃった。ありがとう。前らのおかげやん。てかさ、このさ、総合戦闘力さ、俺らさ、6万離れとわけやん。なんか6万ぐらいって意外とひっくり返るんやね。いや、今6万だってひっくり返したくない俺。なんか6万ひっくり返るのって意外と夢あるよな。スクショしとけ、バカバカ。俺必ず1位になる男なんやけん、お前。スクショなんて、後でこっそり配信外でするに決まったやろ。いや、ね、でも、ほんとなんかね、一回俺ね、ちょっと待って、これ履歴残っとうかな。これ見て、これなんか定期的にね、あいつ俺のこと殴りに来て、どっかで俺一回抜かれたんよな。これもう、マジ熱い戦いやない？なんかね、いや俺マジ、初めてフレンド申請でも送ってやろうかなって思っとっちゃう。こいつを傘下に引き入れて、わかる？なんか、漫画で一番熱い展開やない？漫画の最初の方に必ず通るクソ熱い展開やん。このなんかさ、シャーマンキングでさ、ちょうどタオレンが味方になる頃ぐらいの、わかる？一番初期のライバルとそう共闘する。なんで俺シャーマンキングで例えたちゃう？別にナルトとサスケでよかったわ。こいつをスカウトしたいよね。フレンド申請でも送ってみようかな。逆にさ、お前らがポンでさ、フレシン来たらどうする？お前ら受ける？どうなん？受けるか？マジで？俺だったら拒否るっちゃん。はぁ、なんやこいつってなってしまうっちゃうけど。まあでも両パターン存在するよな。なるわーって言うやつと、ね。で、なんか俺とかほら、結構逆張りやし、ちょっとこじれとおけんぞ。絶対ならんし。みんな大人やったね。想像よりね。ゆうたが2K の曲作る話した。は？あいつ 2K の曲作ると？ふざけんな。あいつヒップホップじゃねえやろ。俺たちに作らせろ。こっちはチバニャンで対抗して。チバニャンとかこのアプリ絶対コソコソやってるだろ、あいつ。あいつそういうタイプだからな。楽曲提供で今夜する。2K の曲取るのに俺ゆうたにも呼ばれてない。悲しい？ゆうたに言っとったのに。2K の曲取るときは俺呼べよって。あ、そうそう。あとさ、俺さ、みんなに聞きたかったんだけど、地味に俺、なんて言うと、毎日ログインしてないやつはちゃんと切っていっとっちゃうけど、ここのさ、年貢の話したやん。これ年貢ってさ、いつどのタイミングでさ、700貯まるん？これ最低ボーダーさ、600収めろっつったべ、俺。600より下が多いぞ。いいのか？幕府優しくして、優しくせんよ。みんな一生懸命やってんだから。ざけるな、俺お金払ってこのゲームやってんだぞ。なんでそんな優しくせないかも。あ、毎日600に戻せ、あ、そういうことか。なるほど、ってことは、毎日、
ちゃんとデイリーをこなしてるやつだけが600溜まり続けとうってこと。で、毎日基本ベースの、その日やったらその日だけは700になって、次の日また600に下げられてってこと。ってことか。それを毎日繰り返すって感じ。はいはいはい。なるほどなるほど。じゃあ500かな、ボーダー。来週から年貢500以上収めてないやつは切ります。1日休んでいいよ。週休1日、はい。ちゃんとやりなさい。1日お休みあげるんだから。お前のユニオンの空きをコシちゃんだのでやってるからね、だけど。え、でもさ、俺タイで3人ぐらい多分、あの、ログインしてないやつ追放したっちゃん。で、俺さっき見たけど、いっぱいやったけ、マジでコシちゃんだと狙ったやつがおるぞ、普通に。てか、こいつのブラツヤツヤじゃね？周りの景色反射してるやん。おっぱいがこんな上向きな、バカお前、フィクションの世界ぐらいおっぱいも上向きてんだよ。いつも下向いてるからよ。お前のための式。てかなんか、ハランの何が好きって、なんか、お前って呼ばれるのがいいわ。俺 M なんかな？心地いい。でも実際言われたらどうなんやろ？それ違うんかな？実際言われたら、うるせえ、何や貴様！この、俺ハランかなり好きよ。なんかちょうど今2期人気キャラ投票やっとっちゃけど、ハランに1票だけ入れた。あとはずっとアリア。アリア、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 ハランとか、アリア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 とか。え、アリアマジで大好き。ハーフアニ、てか、ハーフアニバーサリーめっちゃもうすぐじゃね？あと7日か。あと1週間もあんだ、ハーフアニバーサリー。あ、明日配信あるのか。見よう。で、1週間長いね。このゲームそう全員可愛いよ。ゲームだからな。うわ、一番最後じゃん。誰だろう。最近ピルグリム全然こんな。カモン、ピルグリム。カモン！ヘトラです。誰だい？君は誰だい？あー、ドラーか。でもドラーって別に悪くないっちゃろ。うわ、でかっ！熱いな。ドラーなんかバースト速くなるやつでしょ。熱いね。いや、いいね。ピルグリム？カモン？ピルグリム？ヘトラー。誰？今日は何？あー、いい！いい、いい、いい。いや、てか俺最近さ、改めてマキマビスケットの強さに気づいて、さ、ウィッシュリストにビスケット入れてんだよな、3凸まで。いや、普通に俺、マジで、使えるキャラいっぱい引いてる。嬉しい。運いいよな。ビスケットマジで強いよね、こいつ。あ、アリーナ結局、ね、ビスケットマジで当たりと思う。あ、なんか新しい豚、なんかさ、このグループラインについて、俺一個疑問あるっちゃけど、その実装されてないキャラが喋り出すのやめてくれんかな。こいつのこと何もわからんっちゃけど、俺、エイドってやつ。エドしか知らん。最近チャンネル消したやつ。エイドとエドは別の人？エドが V として活動した名前がエイドやろ？エドって何ですか？荒らすのやめてください。